やっちゃうよー、ライギージョーンズですよね。今日もというかね、はい、やっていくんですけれども、さっきね、動画がボツになって、まあ余裕、時間に割と結構余裕を持ってやって、出す動画のね、時間設定をしてはいたんですけれども、やはりね、結構遅れちゃってね、1本20分ぐらいの動画1本ボツになって、その分押しちゃったんで、今日は3本投下するって言ってたんですけど、やっぱ今日は2本でいきます、すいません。ということで、今日はね2本にします。明日ね、もしかしたらでなんですけど、1本または投稿しないかもしれないですね、明日は。まあね、花の金曜日なんで許してくださいということで。これからやる動画はどっちにしようかな。こっちにしよう。これで、いきまーす。そう。ということで、いきたいと、思います。そい。そう。割とね、ええ塩梅なんで。マジャチが強いと思うんだよな、個人的に。マジャチが強いと思うんだよな、みたいな感じで。では、ミナシンなんですけど、ここはまあ先に、まあとりあえずは出さないで、やっぱ相手のミナシンを誘って、あ、こいつミナライシンいた、通称ミナシンね。ミナシンを誘って、よいしょ。ミナシンを出していくと。ここでね、相手は相当きついと思うんで、マジャーチャー、インドラがいないんすよ、これ。マジでやってる。やってますよ、本当にこれは。よいしょ。もう攻めるしかないですね、正直。これ、インドラいないんで。一本折られちゃうんですけど、しゃあない。もう。マジで、もう、って感じっすよ、これ。しかも、抑えられるくね。よいしょ。まあね、こっちもばっこりいっちゃうんで。こっちとら。よいしょ。よいしょ。おっと。ああ、これマジアチャで美味しくいけますね。シャッシャシャッシャと。まあ出せねえんだよな。ああ、美味しい美味しい。ああ、美味しい美味しい。ああ、美味しい。あ、これ5だけで落とせるんで落としちゃいますね。ここで落とすことによって、次ここでミナシンを出せるんで。いっちゃおう。よいしょ。で、ここで、ぶっぱして相手はこう止めなきゃいけないんですよ、絶対。で、ここで4コスで、先に攻めて、4襟で、メガゴね、メガゴじゃない、インドラを投下すると。これ相手からしたらね、もうブチギレ、ブチギレ案件、本当に。音速ザップ、かましていって、抑えていくと。もう相手からしたら本当ブチギレっすね、これ。よいしょ。しゃっしゃ、お、やるな、さては。まあこれは、あれですね。まあここで5を2周回してもいいんですけど、こっちの方がね、やっぱいいかなと思うんで。よいしょ。頑張っちくりと。シュー、ドーンと。言ってやって、ジジですね。うん、普段74のタワーに5打ったりしないんですけど、見習い親衛隊が2本打ったら敵陣に出せるんで、それを見据えてだったら割とありかもしれないですね。はい、どんどん行きまーす。そいやそいやと。そいやと。まあね、クラメもね、割と俺のなんか YouTube とか結構応援してくれて、なんかね、1個目争いに参加してくれたりするんでね、割と、アリンコですね。どういうことって。どういうことって感じなんですけど。割とアリンコですね。よいしょ。これで、とりあえずケツからアイスゴーレム。で、このマジアチャに対して出したユニットを、これ5で倒します。ドン。何かしら出さなきゃいけないと。そう、これ慣れてないと受けれないんですよ、本当に。インドラ。これザップっすね。あーん、これは
プレッシャーをマジアチャでかけていって、ここは両サイドよいしょ相当だるいっすね、相手からしたら。本当はここでね、ここでねマジアチャをバシッて出していきたいんですけど、ここにランバー出して完封できるかな、バレルで。インフェが削れたんで、とりあえずケツババしてってランバーしていって、よいしょ、どっちかにギャングが来るんでね。あー間に合わないか。これでもランバーマジで強いんですよ、これほらやばくない、これマジでやばいって。普通にで、これで相手ギャング切って、これでアイスイズも切ったんで、インドラの受けがいないんですよ。なんでなんだろう、アイスピープリンセスか、それかあれですね、これで、なんでこれを打っちゃいます。これ相手からしたらインフェルノタワーぐらいしかいないんですよね。そうするとそういうこういう苦しい受けをするしかなくなって、バレル側来るんで、横で横一列でいけるようにして、ダンと、うまい。そう、この位置で横一列ザップで倒せますね。ほんでこの位置にインドラ出して、この壊れる頃にコジョババギャングして、ギャングよいしょー、ドンと、はいはいはい。でこの位置に構えて、こうして、あー気持ちいい、これ気持ちいい、これマジで気持ちいい。いやー気持ちいいですね。よいしょ。まあ強いね、ミナシンが。アド取った時の両サイド攻めのいかつさが半端じゃない、マジで。ゴンゴンいけるね。あー今日どうしよう、動画3本撮れそうな。でも明日の動画の内容割と決まってて、CM 相手がドタキャンしない限り、 CM のね、CM ってわかるかな、中国かなのチームで、クラウド9、あ違う、中国のチームじゃないか、なんだっけ、どこだろう、アメリカかフランスあたりの、アメリカとフランスって結構遠いんですけど、まあそこら辺のね、アジアじゃないところの、クラウド9っていうチームがあるんですけど、クラロアのね、そこのチームと明日の朝10時半とかかな、確かに交流戦をやるんで、そこで、逆再工場かな、渋い、どうせやってもね、守られてアド取られるだけなんで、これを見なしんで、いや、これでいこう。いや、逆だな。渋いな、これ、この受け。まあ、しゃあない。いや、食らうな、おい。クラウドないんですね、これこそ。ここで何かしらをしてきて、はいはいはいと、ここですね、ミナシンで橋渡る前に8襟ぐらいになるんで、あ美味しい、これは美味しい、よいしょよいしょ。マジャチャが仕事をする、仕事をしていきの小城ババを足していくと、相手はどっちも対応しなきゃいけない、これ地獄ですね本当に。でそっちにバルキリー出したら多分エリが足んないですね。なんでこっちに4エリでインドラを出していって、バルキリーを抑えつつ、こっちも抑えなきゃいけないっていう状況を作りつつ、常にエリアドを取っていくことが、もう1回取ったエリアドは戻らないですね、これ。そうですね。でザップがいらなそうなんで、ここいらで一発ザップをかましていきの、インドラを回したいので、まあいっか、とりあえずマジアチャがいるんでダクネ来てもそんな怖くないんで、これをしていき、そうですね、こっちにランバーつけます。でこの位置にマジアチャを出しの、ジャイ、はい、この位置、
この位置ですね。よいしょ。で、このインドラで全部美味しくいきます。あっちのユニット全部。全部全部。で、端を捨てたんで、これがミナシンが4体いくと。で、マジアチャでミナシンを処理して、左の647がクソほど遠いと。で、相手はこっちを削りたいんですけど、まあ、そっちにね、出そうもんなら、これですね。はい、ジージー。これ、インドラで降ります。はい。やるなと。グッドゲームですね。そうですね、1回アド取って、ミナシンで両サイド攻めしたらもう止まらん。もう1戦、ラスト。いやー、強い。これ、マルチで使いてえ、マジで。でも俺、マジアチャが、あれなんですよ。完走しないんですよ。まだレベル3で、あと24枚ぐらいで完走なんですよね。くそ遠い。エレキとかよりも絶対マジアチャの方が強いんで、マジアチャ強いっすね。あそこでさっき出した橋前ジャイとかも、ジャイに対して橋前マジアチャしてたじゃないですか。あれ、光栄の、なんだっけ。ダクネを削りつつ、タワーも削ってっていうことができるんで、橋前マジアチがマジで強いんですよ。この来た時にね、この位置に、このどっか、1マスでも後ろ下げると射程的に届かないんでダメなんですけど、日和らずにね、一番前に出せば、なんも陸気がいない。泣いた。いや、正直、ここで出すと、苦しいんですよね。よいしょ。これ鬼のプレッシャー、これで全部処理しちゃうんですかね。マジでやばい、普通にやばい。で、ここで手札めっちゃ今回したんで、工場ね、そう、インドラに細かい気当ててくるやつも、マジアチャで、ね、全部処理できちゃうんでね。で、とりあえずこれで U の来たんで、もうね、絶望のミナシン。前でかいしたらグッドゲームって打ちたい気分ですね。いやー、これミナシン出したとってなんですよ。後出しミナシンの方が圧倒的に強いですね。ここでやってミナシン3体守っていって、大体陸受けを切ったんで、コラでランバをぶん投げていって、エレキ出すしかないかな、相手からしたら。そこにファイボ打って、ファイボザップで打てね、ザップがどっか行っちゃって打てねえ。まあ来たらマジアチャとなんかで、ごめん、嘘ついた。嘘ついたって、ごめんって、ごめんって、頼む。ああ、もうどっか行ったろお前。今ここは相手からしたら、そうですね、ゴースト、ここ、いや、サンガゴもあるな。サンガゴいなかったら受けてもよかったんですけどね。今インドラで、いやー、これでも後出しみなしに渋いな。正直受けてよかったかもしんないですね。もう速攻でマジアします。あー、これファイボだな。速攻で、よいしょ。で、これレイジにババを乗せてマジアチャでこのゴーストを貫いていきます。よいしょ。いや、強い。いや、強いね。よいしょ。このね、マジアチャが強い。こうユニットどっか延長線上に出てくるかなって感じで、マジアチャが強い。マジでマジアチャが強い。まあね、このマジアチャ俺全然使ったことないっていうか、あれなんですけど、2v2 でね、ポンス結構マジアチャ使ってるんで、そこでね、覚えたっすね、マジアチャを。なんで、割とそこでいい感じに進んでますね。いや、マジで強いな、これ。ちょっと気持ちいいんで、もう一戦。いや、やめとこう、ここで。気持ちよく。4勝 ?4 勝かな、気持ちよく。マジで強いんで、おすすめですね。ということで、もう全部圧倒的なんでね。ということで、お疲れ様でしたっていうか、ちょっと早いけど、今日はね、3本出すって言って、1本俺のミスで、ボツになっちゃってね、それで2本になっちゃって、ちょっと申し訳ないんですけど、申し訳ないんですけどっていうか、
できればなんだろう、2本にして、俺ちょっと1本の時よりも視聴回数ちょっと減るかなって思ったんですよ。なんであんまりその視聴者の人がね追いきれなかったら別に出す意味もそんなないかなと思ってて、なんでなんだろう、出さなくていいかなと思ったんですけど、2本で別に追い切れるなら俺的にはそんなきつくはないんですよ。別にきつくはないんで、ちょっとこのくらいの11時ぐらいに2本出しても視聴者の人が追い切れるんだったら出したいし、なんでとりあえずね2本でいけるならじゃあ3本はどうなんだろうって思ってね、今日の朝電車乗ってる時にふと思って、あ、じゃあ今日3本出してみようかなと思ってツイートしたんですけど、ちょっとね俺のミスで時間遅れちゃうんで今日は2本で勘弁してくださいということで、またね明日はココイラとココイラをね、あとマルチ動画、マルチは前動画はトロ更新したら毎日出していきたいかなと思ってますということで、この辺でね、お疲れ様でした。